はい、今回もね、水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。今回ですね、シーズン2のキービジュアルが公開となりました。公式ホームページの方のね、トップ画も大きく変わっているので、今までね、シーズン1の方であったキービジュアルからシーズン2に切り替わったという感じです。いよいよね、放送も4月9日毎週日曜日ね、午後5時からということで、もうあっという間にね、放送日となっております。まあ、もちろんシーズン2っていうのは、まあ PV も公開されて結構ね、不穏な感じだったりとか、もしくは学園のね、まだ決闘が続くんじゃないかなという予想もされているんですけれども、今回このキービジュアルもなかなかね、ちょっと不穏な感じというか、不安な感じがね、非常に多いなと思います。今回はね、このキービジュアルについてちょっとピックアップしていこうかなと思います。ぜひ皆さんのキービジュアルの気になる点などあればコメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。では、早速本題に入っていきましょう。まず、チュチュがね、めちゃくちゃ目立ってます。はい。これはもう、不安要素というか、これ狙ってるだろうなっていう感じですよね。まあ、なんかスーパーロボット系にいそうな感じのね、飛び方をしてるんで、これね、いじられてたんでめちゃくちゃ笑ってしまいました。基本的に機動戦士ガンダム水星の魔女のタイトルのもとに、まあ、ミオリネが下に落ちていくような形となっていて、エアリアル。ただこれスコア6のものなので、まあ、クワイエットゼロに近いものだったりとか、今後ね、重要になってくる機体だと思います。プレミアムバンダイで発売したスコア6のエアリアルだったりとか、まあ、今後もしかしたら出てくる可能性ってのもありますよね。で、その中心にミオリネが落ちていく中で、スレッタが中心で手を伸ばしていく。その中に御三家の3人もいます。3人というか、まあ、グエルとシャディクが手を伸ばしているという感じですね。ちなみに御三家の一人、エラン・ケレスですけど、エランはね、別の行動をしているんですよね。エラン・ケレスっても手を伸ばすのではなくて、その目線の先、じゃあ誰がいるのかってところなんですけれども、実はノレアがいるんですよね。この辺見ていただければわかる通り、まあ、4号もね、本を読んでいたんですけれども、まあ、5号に関してはまだ詳細が不明となっております。ただ本のようなものを持っていて、ノレアっていうのも何か本を持っているんですよね。5号っていうのは最終回の方で、まあ、地球の魔女関わりたくないなっていうことでコメントを残していたので、逆にね、これ捉えると、ノレアとの何かしら接点を持っている、もしくは、今後深いつながりを持っていく可能性っていうのも十分あり得るんじゃないかなと思います。で、面白いね、考察等を見つけたんですけれども、これね、まずこのキービジュアルなんですけども、まず回転します。回転して逆向きにするんですけれども、逆向きにしてから半分に切ります。となると、スレッタを中心に分かれるんですよね。つまりこれパッと見ていただけると、半分に切られた方が、そのいろんなサイドで見れるんじゃないかなという感じで、例えばですけども、チュチュ、左側にいると思います。で、グエルが手を伸ばしていたりしますよね。右側はこれニカナナウラ。まあ、今後ね、シーズン2でもかなり重要な立ち位置だと思うんですけれども、それにソフィーだったりとかノレアがいたりするんですよね。で、この二人がいる中で、対立するというか、全然裏があるというか、もしくは、この株式会社ガンダムだったりとか、本編において別の立ち位置で動いてくる可能性があるんじゃないかなという示唆もできるんですよね。で、もう一点なんですけれども、エアリアルが向いてる方なんですけれども、右側向いていますよね。これ同じ方向を向いている方が危ないんじゃないかとも言われています。逆に、同じ方向を向いていない、逆の方を向いている方が危ないんじゃないかなと言われています。個人的にはこの逆の方だと思っていて、まあ、例えばソフィーだったりとか、ニカも向いてるんですよね。シャディク隊がほぼ全員逆を向いてたりとかするんですよね。リリッケとかエアレと同じ方向を向いているので、もしかするとこのエアレだと逆に向いている方が退場してしまうのではないかと言われております。いや、非常に不安ですよね。あとね、ニカナナウラに関しても、こう、しっかりね、胸元で押さえて、心臓を押さえてたりするので、まだまだ隠されていることがあるのかもしれません。まあ、これについては、ホルドの予約関係がもっと深くね、掘り下げられないとわからないと思うんですけれども、非常に気になる点かなと思います。で、もう一点なんですけども、今回のこの構図ってところ結構注目していただきたいんですけども、いろんな説が出ていて、まず一つがね、タロットカードのハングドマンに見えるんじゃないかなと言われています。で、ハングドマンの逆位置なので、まあ、努力が報われないとかだったりとか、逆さまになっている人全員不幸になる、死亡するとか普通にあり得そうだなと思いました。まあ、不吉でしかないんですよね。で、もう一点なんですけども、構図のモチーフとなっているのは、まあ、イタリア大聖堂の天井画と言われています。まあ、中心に重要人物が描かれている構図なので、その中心にいるのはスレッタではなくてミオリネとなっています。なので、これからの展開としてはミオリネを中心にこういうね、不安な要素を踏まえてどんどん展開していくんじゃないかなと思います。で、この構図についてなんですけれども、まあ、旧約聖書を題材にしたね、こう創世記の9つの物語を彩っているものだったりとか、まあ、様々なものがあるんですけれども、やっぱ皆さんね、イメージの最後の審判、イメージする方多かったのではないかなと思います。これに関しても水星の魔女のね、この魅力的なキャラクターたちが織りなす一つの物語になることを示唆しているんじゃないかなと思いますね。まあ、その他ね、めちゃくちゃ気になるところたくさんあるんですけれども、ぜひね、皆さん気になるところを教えてください。まあ、いずれにせよね、チュチュがね、こんだけダブルパンチしてるんで、それだけでちょっと面白い部分もあったりとかするので、まあ、非常に意味深でありながら、水星の魔女らしいね、キービジュアルではないかなと思いました。ぜひ皆さんのね、ご意見だったりとか考察だったりとか、ここも気になるってところがあればコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。